ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もふなぴー島パと行ってまいりました。今回は星玲奈さんのプルオーバー購入してまいりました。はい、こちらですね。前身頃はシンプルですけれども、後ろ身頃のバックフレアのデザインがポイントのカットソーチェリックでございます。商品名が HR 背中フリル PO、 サイズが L でございますよ。はい、お色が淡緑ね、落ち着いた薄いグリーンでございますね。そしてお値段でございますね。こちら1419円のところ550円にお値下げされておりました。イエイ。商品番号が502-1177、素材が本体がポリエステル 95%、 ポリウレタン 5%、 後ろ身頃の不発部分がポリエステル 100% となっております。こちらね、前身頃は柔らかく薄いニットなんですね。そしてしっかりね、ストレッチ性もございます。細かい編地で柔らかい感じになってます、手触りがね。うん、そして裏はつるっとした感じですね。後ろ身頃は背中のヨークからフリルのついたシフォン生地に切り替えされた生地はさらっとした肌触りで、透け感はこんな感じでね、ございません。ただ今の時期ちょっと寒いので厚手のインナーは必要かと思われます。このフリルのふわっとした立体感とたっぷり使った生地ですね。そしてジェネック丈の着丈で、気になるヒップ周りがしっかり隠れて体型カバーになるんでございますよ。クルーネックでバイアス処理されております。とってもね、綺麗に処理されておりますね。ドロップショルダーにシンプルにフィットした長袖となっております。袖口はダブルステッチ処理されております。後ろ身頃のシフォンの生地は折り返し処理されておりますね。淡いグリーンにチェニック丈でね、さりげなくフリルもついて、大人女子には好印象なプルオーバーでございますよ。そして一つだけね、注意事項がございます。こちらね、結構細かい編地なんですね。だからアクセサリーやバッグの金具とかでね、引っ掛けてしまいがちでございます。ハサミでカットしないで左右にね、こうちょっとね伸ばしたり、糸を後ろにね回すなどして処理してあげてくださいませ。といった具合でこちらコーディネートしてみたいと思います。はい、クロッシーのパンツでコーデしてみました。色のメリハリをつけたコーデですね。ネックレスはマンテルネックレスをつけて、ちょっとカジュアルさも出してみました。はい、
こちらがフルオーバーでございますね。身幅もしっかりね、ぽっこりお腹を隠してくれる身幅でございます。たっぷりございます。そして後ろ身頃はフリルの立体感と身丈のこの裾の長さでしっかり気になるヒップ周り隠してくれますね。ふわっとした感じがあるんで肉感を拾わないのもいいですよね。ブランジングをすると足長効果も期待できます。何より前後差のある丈が気に入っております。このチェニック丈が大人女子には嬉しい丈なんでございますね。くすみ色の緑でとってもね、これから春まで着用できそうです。はい、次行ってみましょう。ボトムスは星玲奈さんのマーメイドスカート、そしてバッグはディアフルプチプラヤさんの黒子柄バッグでコーデしてみました。マーメイドスカートは広がりすぎないスカートで、こちらのバッグコンシャスプルオーバーとも相性よく着用できると思います。パンプスとバッグをリンクさせて統一感のあるコーデにしてみました。本当ブランジングをすると足長効果やっぱり期待できますね。すっきり見えるのもいいと思いました。では次行ってみましょう。ボトムスはミオさんのプリーツスカートとコーデしてみました。グリーンで統一したコーデになったと思います。ちょっと袖まくりをして抜け感を出すのもいいと思います。はい、次行ってみましょう。ボトムスは HK ワークスロンドンのグレンチェックのパンツ、靴はミミさんの細ビットローファーで、ちょっとボーイッシュな感じなんですけれどもね、こちらのプルオーバーがフェミニンな感じなんでミックスコーデになりました。柔らかい薄手のニットなんですけれども、結構前のね幅がたっぷりあるんで、本当に気になるぽっこりお腹が全然気になりませんね。この中にぽっこりお腹があるとは思えない感じに見えませんか。はい、こんな感じ。次行ってみましょう。ひなさんの花柄プリーツスカートとコーデしてみました。やっぱりこのプルオーバーはブランジングがとっても様になるプルオーバーだと思います。本当にね、あの横のラインも綺麗に見せてくれるのもいいと思いました。これでフナピーのシマパト&コーデレート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てね。